それなんですか？あの日、あの教室で僕らの人生は何かが変わっていたのかもしれない。先生に似てるなと思ったんですけど皆さんもこれから10年経ったら27歳になります。私の今の年に必ずなります。遥か空に望遠、音もなく、高段のアイドルになりたかった。小説家になりたかった。諦めるのが怖かったんだ。夢だった役者の道を諦め、私にはもうこれしかないんだ。うわましないように。夢を諦めるのは、夢を諦めないより勇気がいった。あなたに聞かせたい歌があるんだ。やっぱり役者になります。なりたいっす。27歳にもなってカラオケの真っ最中に会社を辞めた話は最高に好きだった。